ーイ、トゥドベーン、久しぶりです。今日は北谷町にある、あ、やべえ、アラハ公園、アラハビーチにやってきました。超天気も良くてすっごい気持ちいいです。アラハ公園といったらこれですね。一回も遊んだことありません。今日は休みなので人がいっぱいいる。あー気持ちいい。沖縄は今日10月末なんですけども、まだまだこの T シャツで、もういけるぐらい暑いです。外にいるとちょっとまあ汗もかくぐらい暑くて、車なんかはまだクーラーを使って出ます。ここがビーチになってます。あ、いないね。遠くでバナナボートしてる。まだまだビーチで泳いでる人もいるぐらい暑いですよ。あ、潮の香りがしてすごいいい匂い。アラハビーチから見えるあっち、観覧船とかあるところ、あそこは美浜といって、また、沖縄に観光に来た人は多分みんな行くところです。あの観覧車も一回のも乗ったことありません。なんか今ポルトガル語喋ってる人がいました。まあ沖縄米軍基地もありますし、でアメリカ人が多いんですけど、それ以外にもブラジル人も結構いて、たまにこういう場所に来るとポルトガル語が聞こえてってなることがあります。外は暑いので、車の中に逃げてきました。また沖縄にはね、たくさんのビーチが、ありますので、まあ、少しずつ紹介していきたいと思います。今回の動画を気に入ってくださったら、ぜひいいねよろしくお願いします。またサブスクライブもよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。あてまーす。チャオー。